SWBC 東海に現れた元バレーボール部の男、軟式企業相手に無双した投球、ご覧ください。はい、2020年 SWBC 東海の初対外試合の様子を本日はお届けします。お相手は岐阜日野自動車さん企業チームです。過去にはですね、軟式野球の最高峰天皇杯にも出場したことがあり、昨年は中部日本都市対抗軟式野球大会を優勝した強豪チーム。そんな試合から本日は SWBC 東海の新戦力を中心にお届けしていきます。まずはこちらの投手、西川誠之助投手。長身から力強いボールを投げ込む本格派のピッチャーでございます。実は高校時代、県立高校ながらドラフト情報誌のホームランで投手としてその年九州で唯一名前を連ねたとのこと。素晴らしい投手なのは間違いありません。そんな西川投手、この日は先発のマウンドへ立ち、先頭バッターをセカンドゴロに打ち取ります。その後ランナーを一人出しますが、3番バッターをファーストゴロに打ち取り、ツーアウト二塁。続く4番バッターには甘く入ったストレートを三遊間に弾き返され、ツーアウトながら1、3塁のピンチを背負います。カウント3ボール2ストライクから最後はインコースのストレートで詰まらせてサードゴロ、初回のピンチを切り抜けます。初回以降も丁寧に低めにボールを集めていく西川投手、初めての登板で緊張していた様子でしたが、徐々に調子を上げ、3回を1安打無失点、先発投手としてしっかり役割を果たし、アピール成功。さらにもう一人素晴らしい投手が加入しました。近藤投手、岐阜の草野球チーム赤坂ユナイテッドに所属しており、第2回グランドスラム杯で全国準優勝をしている投手です。そんな近藤投手、実は異色の経歴を持っていて、なんか聞くところによると、はい、高校がバレー部。あ、そうです、高校バレーです。いつから野球逆にやり始めたんですか。小6になる直前から始めて、はい、で中学3年間やってて、で高校のバレー終わってから草野球に、はい、はい、まあ、知り合い通じて。なるほど、はい、そもそもなんでバレーに高校時代行ったんだ。まあ母親がバレーやってたので、あ、なるほど、それの影響もあって、はい、バレー部にちょっと行きました、ね。はい、あ、なるほど、はい。さあ、そんな元バレー部の近藤投手ですが、はい、この素晴らしいストレート、とにかくまっすぐが重く、そして強いなという印象をベンチから見ていて感じました。コントロールも素晴らしい。はい、変化球もしっかりコントロールされている、精度の高いピッチングを見せます。この日途中から登板し、企業チーム相手に5回を無安打投球、剛球と抜群のコントロールで新エースに名乗りを上げました。
さらにその近藤投手のボールを受けていたこちらのキャッチャー、素晴らしいキャッチング新メンバーなんです。岡田蓮成選手、非常に珍しい名前ですね。キャッチングもさることながら非常に強肩な岡田選手、その素晴らしい送球をご覧ください。自慢のキャッチングと強肩でレギュラー入りを狙う新メンバー岡田選手のご紹介でした。さらに岐阜日野自動車の投手があまりに素晴らしかったのでご紹介します。この日先発でマウンドに上がった平松龍投手でございます。ちなみに私趣味猿はこの日1番ショートでスタメン出場。初球はスライダーが高めに抜けワンボール、ここからがすごかったです。低めいっぱいにストレートでワンストライク、今度はアウトローに抜群のコントロールで追い込むと、最後は抜群のコントロール、3球連続低めギリギリで三振。こちらの平松投手、本当にこれぞ企業チームのピッチャーだと言わんばかりに低めギリギリのストライクゾーンに投げ込み続けるという精度の高さ。ここはまっすぐ2球で追い込むと、最後は同じところからカットボールで三振。あまりのコントロール、それからテンポの良さ、ボールの強さにですね、全く手も足も出ず4イニングをパーフェクトピッチングされました。これはぜひまたリベンジさせていただきたいなと思いました。ちなみに試合は延長タイブレイク11回裏まで行き、最後はエンドランを決めてなんとか1対0で勝利しました。すごい投手戦でした。岐阜日野自動車さん、対戦ありがとうございました。ぜひぜひまた試合の方よろしくお願いいたします。はい、というわけで今年も始まった SWBC ジャパン、まずはチーム内の競争に負けないようにしっかり頑張りたいと思います。ちなみに SWBC ジャパン新たなメンバーも募集していて、トライアウトが6月18日の土曜日に関東、関西、東海、東北で一斉に開催されます。気になる方、ぜひぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。